柳田ヒロさんの昔の LP のヒロっていうやつに松本さんの詩で、はい、あと乱れ髪とかはい、いろいろ入ってるんですけども、あれは大滝さんの大滝栄一っていう LP とどっちが先なんですか？あれは恐怖の手違いです。ね、恐怖の手違いがあって、アメリカにハッピーエンドがね、レコーディングしに行っちゃった後に、なんて言ったかな、あの時ヒロのも書いてたんでね、頼まれて、それで大滝さんに渡す分の詩がその中に紛れ込んでてヒロの方にも渡っちゃってひでえ話だな。それで僕はそれを レコーディングしてるのアメリカにいたから全然知らなくて、で帰ってきたら2曲ともできてたっていう。同じ詩でじゃあ違う曲が2曲だったんだ。そう、あで、まあレコードになる前だったらね、よくあることなんですよね。ね、ほら共作とかでさ、一、うん、つの詩に4曲か5曲ぐらいつくことなんだけど、うん、まあレコードになっちゃった例っていうのはめったないよね。珍しくていいね、でもね、うん、そのね、それを、うん、いや大したもんだね。そういう場合はさ、作詞の人だけが儲かんのかな。いや、あれは話し合って、うん、どっちかがボスになっちゃって、うん、いや、出版社割ったんじゃない、あれ。あ、そうなんだ。両方とも売れてなかったから全然儲かんない。関係ない、関係ない、うん、ということです。手違いです。